ブッチ・ミラーはニュージーランド・オークランド出身の元プロレスラー。相棒ルーク・ウィリアムスとのタッグチームでの活動で知られる。1964年、スティーブ・リッカードらが運営していた NWA ニュージーランドにてデビュー。本名のボブ・ミラーをリングネームにブルーノ・ベッカーとのコンビで活動した。以降、リングネームをたびたび変更し、1973年1月には、 オーストラリアマットに突如出現した謎の覆面レスラーという触れ込みでマスクマンのザ・タイガーに変身して新日本プロレスに初来日。同月27日、福岡市球電気年体育館においてアントニオイノキとシングルマッチで対戦した。ニック・カーターの名義で北米にも進出し、1973年にはスチュハートンの主催するカナダ・カルガリーの スタンピードレスリングにて、同郷のスイートウィリアムこと、ルーク・ウィリアムスとザ・キュイズを結成。1974年9月には揃って、国際プロレスに参戦し、9月16日に、立山にて、ラッシャー・キムラグレート・クサツの岩世界タッグ王座に挑戦。10月3日には、岡山にて、バロン・フォン・ラシクと組んで、キムラクサツに再挑戦している。シリーズ中は、 木村、草津、アニマール浜口との金網デスマッチも行われた。1979年5月、リングネームをボブミラーに戻してウィリアムスと共に全日本プロレスに来日。同年よりチーム名をザ・シープ・ハーダーズに改め、ヒールのタッグチームとして各地を転戦。自身のリングネームもブッチミラーに定着させた。プエルトリコの WWC では、 アブドーラザ・ブッチャーとも共闘している。1981年下期より一時的にコンビを解消し、単独でニュージーランドに帰国していたが、1983年11月からは、ウィリアムスとのシープハーダーズを再結成。以後、各テリトリーのタッグ王座を再三ダッシュして、日本ではタッグ泥棒なる異名をつけられた。1987年2月には新日本プロレスに、 来日 IWGP タック王座の決定リーグ戦に出場している。1988年末、チーム名をブッチルークのザブッシュワッカーズに変更し、ルークとは重慶帝同士という設定で WWF に登場。WWF ではコミックリリーフを担当するベビーフェイスのベテランチームとして売り出され、そのコミカルなキャラクターで子供ファンの人気を集めた。 1990年12月には、当時 WWF と提携していた SWS に来日している。以降、WWF には1996年まで長期間にわたって在籍し、退団後もブッシュワッカーズ名義で、ルークと共にインディー団体を転戦した。2001年4月1日に開催された、レッスルマニア X7 のギミックバトルロイヤルに出場後、 同年9月に引退して母国のニュージーランドに帰国。2008年6月11日の WWE のオークランド公演では同じくニュージーランド出身である WWE プロデューサーのトニー・ガレアと共に MVP のトークコーナー VIP ラウンジに登場ヒールのホスト役 MVP を蹴散らし往年のブッシュワッカーウォークを披露して現地の観客の喝采を浴びた。 ニュージーランドでは、シュトウェリントンのプロレース団体、KPW のコミッショナーを務めつつ、レスリングウェブサイトンツプウィーのコラムニストとしても、活動した。2015年、ルーク・ウィリアムスとのザ・ブッシュワッカーズで、WWE 殿堂に迎えられた。式典では杖をつきながらも、王子と変わらぬパフォーマンスを見せて、会場を沸かせた。ニック・カーターに関するカテゴリー、 ボブミラーに関するカテゴリー、ありがとうございます。